体の中の方にある背骨を守ってくれてる筋肉が活性化するんで、ちょっときついぐらいのサイズで調整してみるのがいいのかなというふうに思います。今回はこのバランスボールを使ったおすすめトレーニングを紹介したいと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。やっていきましょう。はい。じゃあまずは内ももに刺激しながら体幹ね、はい、刺激する感じで、足首で挟むんじゃなくて、はい、内ももでしっかりと、足首できたらこうぐっとこう、はい、膝のあたりですか。膝のあたりですね、はい、でしっかり足首を90度にしてもらって、はい、ここを締める。内ももを締める。でできたら膝がぐっと内に入ってもらっても結構ですので、はい、一応締めて内転筋を効かした状態にしていきます。はい、頭の後ろに手を支えてもらって5秒キープで1、2、3、4、5、1、2、3、4、5、しっかり締めてくださいね。5、1、2、3、4、5、1、2、3、4、5。内ももを締めることによって日頃使ってる太ももの前の筋肉とかを使わなくなったりできるんで、しっかり内ももと外側の筋肉を連動させて上がれるようにしていきましょう。あと1回いきましょう。はい、はい、OK です。はい、次はねじる動作でいきましょう。ねじっていきましょう。はい、逆にいきましょう。5秒キープぐらいで1、2、3、4、5。内ももしっかりと、対角線の今でしたら左側の内ももしっかり刺激して、右の方の内ももでギュッと締めてくる。はい、そうです、そうです。そう、あと1回いきましょう。はい、 OK です。どうですか、内ももと結構内ももが、うん、内ももが効く感じですね。で結構しんどいです。だいたい10回をいつも2セット、はい、2セットですね、はい、普通に上げるのは10回2セット、斜めのやつは左右5回ずつをやって、それを2セット、そうですね、っていうのをいつもやっています。あとね、ボールのサイズもね、ちょっとしんどい方はちっちゃめでも大丈夫ですよね。自分のやりやすい、ちょっときついぐらいのサイズで調整してみるのがいいのかなというふうに思います。じゃあ次の種目いきたいと思います。はい、お願いします。次はこれも体幹と背骨ですね、足を引き上げてきて体を丸める運動とか、そういう体幹プラス体を丸める運動を紹介したいと思います。シャクトリムシという種目になります。お願いします。お願いします。まずはすねぐらいにね、ボールの上に乗ってもらって、しっかりと手のひらは肩甲骨の下ら辺に踏ん張ってもらって、指はしっかり広げてくださいね。はい、はい、この状態で、そうです。うちではまずはしっかりと肩甲骨で地面を押せて、ここが丸まる感じですね。しっかりとお腹に力を入れて、お腹で引き寄せる感じです。そう、そう、いい感じです。しっかりと地面を押して、そう、肋骨がぐーっと締まってる感じで、すごい上手にできてると思います。この時に腰が反ってしまって体幹が抜けてしまったりとかすると、腰が痛めやすくなるので、そうなってしまった場合はもうやめてください。しっかりと体幹が入って腰とかに負担がかからない姿勢で体を丸めてきてください。以上がシャクトリムシになります。この時肩もしっかりと押すことが大事になるので、こうやってる時にこの肩ですね、肩でしっかりと押し、地面を押すことをイメージしてください。そして肩で押しながら引き寄せてくる、肩で押しながら引き寄せてくる、これを意識してください。これによって前鋸筋という体を押す筋肉も鍛えられますので、そこも意識してやってください。はい、じゃあ3種目目いきたいと思います。3種目目はボールの上にお腹あたりを乗っけて、しっかりと足は踏ん張ってください。でお腹をしっかりと膨らまして力を入れるイメージでやっていきます。ここから親指は上にして上げていきます。一回脱力してもらって、ほんとお腹に力入れてから、そうそう、自然にお腹に力入るような、体の中の方にある背骨を守ってくれてる筋肉が活性化するんで、そこに刺激をする。できない人はお腹に力入らないとまず上がってこないのと、後ろの方に下がっていってしまったりするんで、そうそうそう、息が止まらないので脱力することが大事なので、脱力してからまたスイッチを中に入れてから上がっていくと OK です。じゃ次は片手でやっていきましょうか。片手はちょっとボールを軽く、そうそう、
そうそう、ちょっと手を見ながらいきましょう。はい、戻して、脱力してお腹に力入れて下げる。ちょっとスイッチが入るんで、これは体幹とタレツキンという、そうです、あの腰の部分を意識してやっています。まずそこにスイッチ入ってほしいんで、意識をするところはお腹にも常に力入れて意識してやっています。そうそうそう、お腹でボールを押す感じですよね。分かりやすいんで、次も行ってみましょう。そうです、一回リラックスしてからまた目線は親指を追いかけるイメージでやっていきます。はい、OK です、ありがとうございます。痛いところとか腰が痛いとか大丈夫でした？はい、大丈夫です、はい、腰が痛かったりしたらやめといた方がいい。そうですね、その方はもうまず体幹のトレーニングであったり呼吸のトレーニングをした方がいいと思いますので、はい、これは結構レベルが高い方ですよね、はい、ある程度は。今回はバランスボールを使ったトレーニング、体幹トレーニングを3つ、説明しました。1つ目が体幹プラス内転筋のトレーニング、2つ目は体を引き寄せて体を丸める運動、そして肩で押して前鋸筋、押す筋肉ところを鍛えるトレーニング、で3つ目は体幹プラスタレツ筋、背中のタレツ筋ですねを鍛えるトレーニングを紹介しました。またあのおすすめなので皆さんぜひ試してみてください。本日はありがとうございました。ありがとうございました。じゃあまたお会いしましょう。はい、さよなら。今回のトレーニングが、もしいいなと思ったらやってみたいなと思った方は、いいねボタンと、そしてチャンネル登録まだされてない方はチャンネル登録をぜひしてもらって、僕のバルトレのチャンネルを応援してください。よろしくお願いします。